井川さんにはですね、実はこのおっさんグッズ9つ並べましたんで、はい、井川さんのインスピレーションで打順を、はい、あ、はいはいはい、もうこれはちょっと俊足っぽいから1番にしようとか、これはもう間違いないグッズやから4番にしようとか、そういう観点で、はい、打順と守備位置までイメージしていただいて選んでもらえればなと、はい、分かりました、思います。はい、さあでは井川さん、まずはですね、全体ちょっとふわっと見ていただけますか。はい、1個ずつ見ていきましょうか。はい、じゃあまずこちらがですね、ABC さんのキャラクター、恵比寿とね、はい、リレー中継をしている関係で、はい、コラボグッズがこの春誕生したということで、はいはい、なかなかこうピンクと黄色とね、なるほど、コラボレーションして、はい、いい感じで、これも結構売れ筋の商品ですね。はい、なるほど、はい、そして井川さん、これはもう知ってますか。はい、なんか音鳴るんでしたっけ。はい、ちょっと鳴らしてみてください。はい、もう皆さんおなじみのね、はい、チャ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 、止めてください。これ止まんすか、これ。あ、止まんすね。いや、僕も止めてください。あ、そういうことですか。いつまで歌わないと言われてそうな。はい、これね、はい、サンテリーボックス席のテーマ曲が流れる、キーホルダーということで、はい、さあ、さらには先ほどもね、ご紹介ありましたけども、大山選手のタオル、はい、でこれね、実は皆さん、去年とね、全く変わってないかとお思いの方いらっしゃると思うんですけども、うん、ちょっとだけ変わってるんですよ。どこが変わってると思いますか。大山選手ではなさそうなんで、はい、おっさんのなんか、あ、バットじゃなかったとか、表情とかバットとか、はい、いや、これ実は正解はですね、ここの袖が黄色くなってるっていう。袖に黄色いラインが入ってこの番号の縁に黄色がついてる、はい、あ、そこだったんですね。これの違いで、この細かい違いで、はい、去年バージョンはかなり安売り。まだある。めっちゃお得ですね。まだ安い方もあるということですので、はい、まあ、今年バージョンがいい人、はい、で去年バージョンもね、ちょっと安めで購入できるということで、はい、まあ、大山選手もね、はい、これ結構売れ筋です、はい。で続いてはこちらですね。はい、はい、これですね。はい、お、ペンですね。これは4色ですか。そう、5色っていうか、ですか。ペンは4つですね。シャーペンもついてる。そうですね、シャーペンがついてますね。なるほど、なるほど、はい、これ結構ね、メタリックなブラックで、メタリックなブラックで、はい、結構高級感がある。そうですね、これ触り心地いいですし、はい、書きやすそうですよね。4色プラスシャープペンシル、はい、いいですよね、これ。いいですね。座ってもらって構いません。はい、じゃあ座りましょうか。はい、はい、で続きましてが、はい、井川さん、これが面白いんですよ。はい、これただのクリアファイルに見えますよね。はい、これおっさんがこう外野でボール取ってますよね。取ってますね。取ってますよね。はい、あ、センターおっさんバックするフェンス際で取った。そして三塁ランナーがスタート。そこにサンテレビボックス席恒例のタッチアップバイプが楽しめるというクリアファイルでございます。ただのクリアファイルではありません。ね、これ学校とかで使っていただいて、ぜひこう実況しながらこう白い紙を抜いていただくと、このタッチアップバイプがパッと出てきますので。なるほどね。はい、これでわーっとこう盛り上がること間違いありませんのでね、皆さんもチェックしてください。さあ、そしてですね、これもう本当にこの春新発売なんですけども、はい、一番人気と言ってもいいかもしれません。はい、持ちましょうか。はい、これ誰か分かりますよね。これ、はい、佐藤選手ですね。はい、はい、ここ井川さん読んでください。3、あ、テルビー。あー、なるほど。いかがですか、このシャレが効いて。あー、よく考えました ね、 ね、いや、いいですね、テル、あー、うん、いいですね。3テレビと3テルビーはかかっています。はい、ということでね、これ結構もう売り切れてまして、はい、ゴールデンウィーク明け、はい、ゴールデンウィーク中に再入荷ということですので、ね、はい、また頻繁におっさんの店に足を運んでいただいたら、ひょっとしたらゴールデンウィーク中にあるかもということで、ツイッターでも、はい、ツイッター、ツイッターでも出たよっていうのは言うので、あ、なるほど、ツイッターでもお知らせしますんでね、ぜひサンテレビのツイッター、公式ツイッターチェックしていただきたいなと思います。はい、はい、で、続きましてがタイガース、タイガース、タイガースで来て、はい、井川さん、はい、お、ビッグフィッシング、ビッグフィッシング、テキテキテキって、
ティリリティギリギリギティ、これビッグフィッシングのね、キャップなんですけども、これもね結構人気ありましてね、皆さんここがまっすぐなんですよ。まっすぐで書いてありますね。今風ビッグフィッシングとここに細かく書いてあるんですね。かっこいいですね。あ、本当ですね。この、見てください。さすが井川さん、ここに気づくとは。この帽子のひさしのところに細かくビッグフィッシングって書いてありますね。いや、これ結構ね、もうメジャーの選手からですかね、この平べったい帽子、はい、ね、はい、井川さんの頃ってこういう帽子かぶってる選手いらっしゃいました？まだいなかったですか？アメリカではいましたね。アメリカではいましたね、はい、日本では少なかった、少ないというかほぼいなかったですね。もうアメリカでこう人気が出て、日本でももう今ね、どっちかっていうとこう平べったい日差しの帽子かぶる人多いと思いますけど、おしゃれに決めることができますんでね、はい、はい、ぜひ皆さんもチェックしてください、はい、さあそしてこちらがですね、トラとおっさん、はいはい、今年は井川さん何年ですか？トラ年。トラ年なんですよ、はい、ですから12年に1回しかこの商品作れないと、いうことでも今年は売り切りたいという店長の思いもありますんでね、ぜひこれ虎の入ったおっさんもマークしておいてほしいなと思います。さあそしてこれ、はい、これこうですね、おっさんのキーホルダー、はい、これ何も触り心地はどうですか？あ、いいですね。このなんかしっとり、うんうん、しっとりじゃないですけど、なんかこう柔らかい感じで、はい、ちょっとねゴムのラバーみたいな感じで、はい、はい、柔らかくていい感じ、はい、こうカバンにね、リュックとかに下げてもちょっとインパクトあるなというような感じで、これおいくら？900円です。はい、900円。ちょっと高いなと思った人そんなことないですよ、はい、結構存在感ありますんでね、はい、はい、で最後はこちらです、はい、これもね、もうおっさんの店ができる前から販売している商品ではあるんですけども、はい、サンテリーボックス席というと井川さん最大の特徴は何だと思う？いや、もう試合終了まで放送してくれる。その通りなんですよ、はい、このスーパーが出たらもうサンテレビの真骨頂ということで、はい、この後の番組は野球中継が終わり次第お送りします。逆に言うと、はい、野球が終わらないと次の番組が始まらないということでね、はい、まあ、これはもう本当にサンテレビボックス席ファンにとってはもう定番の文言なんですけども、これをタオルにしたということで、大体ね、試合延長に入ったら皆さんこれね、ああそうですね、掲げて、はい、いいですよね。そうだから番組でスーパー出さなくてももう分かってもらえるという、なるほど、はい、便利なタオルになっております、はい、さあ井川さん、ここの通ご紹介しましたけども、はい、なんとなくどうでしょう、打順のイメージとか。そうですね、できました、打順のイメージ9 ですよね、はい、はい、まあ大体決まってますね。この辺決まりました、うん、よし、じゃあ、はい、井川さんもシンキングタイムも、はい、もう大体パッとインスピレーションで思いついたと思いますので、はい、じゃあここから書いていただけますか、はい、あ、わかりました、はい、これ書き方難しいですね、書き方ね、例えばこれだったら、じゃあ言ってください、1番どれですか？1番が、はい、1番はこれですよね、やっぱり1番これ、やっぱり虎とおっさんコラボタオル、やっぱりインパクトが、はい、これは1番、はい、これなんて書くんですか？じゃあ虎とおっさんタオルにしましょう、はい、虎とおっさんタオル、カタカナですかね、はい、で理由は後で聞いていきます、はい、だここ多分編集でカットされると思いますので、ただ生配信中ですからね、井川さん書いている間に私が何とか繋がないといけないっていうところもあるんですけども、はい、はい、トラとおっさんタオル、ポジション書くんですか？ポジションも、はい、ポジションも番号で書いてください。ああ、なるほど、はいはい、はい、あ、でも全部書いてから後で考えてみます。そうですね、はい、じゃあ2番いきましょう。2番はこのコラボで、はい、2番はおっさんと ABC のリレータオル、はい、リレータオル、はい、いや、この理由もちょっと気になるんですけどね、はい、じゃあリレータオルにしましょうか、はい、はい、まあ、ほとんどタオルというところでねなかなかこう、そうですね、理由付けが難しいかと思います、はい、じゃあ3番クリーンアップですよ。そうですね、3番、まあやっぱ、うん、はい、アサンテル、あー、なるほどなるほど、はい、佐藤輝明選手とのコラボタオル、サンテルビタオルね、ハッピーです、はい、サンテルビタオルで、はい、これ誰が考えたんですか、このサンテルビってシャレ聞いてますよね、自分で自社のもの言うのもなんですけどサンテルビタオル、はい、はい、で4番が
4番、はい、やっぱりですね、はい、僕もそう思ってました。はい、はい、そうですね、はい、大山さんタオル、大山さん、大山さんタオルです、はい、大山さんのね、背番号3と大山さんとサンテレビがかかっているということで、はい、はい、ちなみにですね、去年は、はい、あの外国人の、ちょっと名前飛ばすでしょあれ、あ、そう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 、はい、オッサンズタオルっていうのがあったんですけども、はい、サンズ選手が残念ながら今シーズン退団となりましたので、そうですね、残念ですね、もう販売はしておりません。在庫あるんですか、はい、在庫はあるんですか、店長あ、ないです、もう全部売り切ってたみたいですね、はい、サンズ選手もね、頑張ってくれましたからね、はい、そうですね、よかったですね、はい、また次の第2の、はい、第3の野球人生頑張ってほしいなと思います、はい、はい、では5番は、5番はビッグフィッシングの、ビッグフィッシング帽子、はい、帽子、おー、これ理由が気になりますね、はい、この佐藤照大山と来てビッグフィッシング5番クリーンアップ来ましたよ、まあ、確かにね、重厚感ありますしね、ちょっとかぶってみましょうか、こんな感じでなかなかね、おしゃれな感じで、これね、あのうち の, あの吉本アナウンサーがもう大体受けた時にかぶってまして、はい、あ、はい、女の子がかぶってもね、ちょっと可愛い感じになるということなんですよね、はい、それでティモンディさんと対決してる、そうです、そうなんですよ、これで YouTube で、はい、そうなんですか、いや、それ言ってくださいよ、紹介するときに確かに、そう、あのティモンディさんとね、対決したときにこのビッグフィッシング帽子をかぶって出演していただいたということで、はい、そうなんですよ、はい、ありがとうございます。いえいえ、もう、じゃあ、今さん、お持ちなんですか、持ってます、はい、いただいて、ちょうどいいのがあったんで、5番なんや、はい、ね、はい、じゃあ6番いきましょう、はい、6番、6番は、このこれで、はい、お願いします、はい、じゃあタッチアップワイプ、はい、クリアファイル、そうですね長い、名前が長い、タッチアップワイプにしておきましょうか、タッチアップファイル、はい、タッチアップファイル、ファイルですね、はい、あ、ファイル、ルッと、はい、はい、では7番、7番、下位打線、7番もね、第2の4番って言われてるぐらいですからね、はい、このペンを、はい、はい、じゃあこれは4色プラスシャープペン、はい、もうペンでいいです、ペン、はい、はい、ペン、はい、では8番、8番はこの8番キーホルダーで、はい、8番はおっさんキーホルダー、はい、はい、はい、で、9番がマフラータオル、はい、マフラー、はい、あ、井川さん、はい、ちょっと大事なもの忘れてますよ、これ。あれ ?10 個あるやん。10個ありました。あ、じゃあ、ちょっと1人補欠が出るんですけど、あ、そうですね、どうしましょう、補欠。補欠、補欠、じゃあ、わかりました、はい。DH 制にしましょう。そうですね。DH 制で、はい、じゃあ、あとピッチャーです。そうですね、はい。ピッチャーがマフラータオルかなと思ってたんですよ。ピッチャーがマフラータオルね。はい、じゃあ、マフラータオル、もう分かりました、これピッチャーです。これ、P って、PPB、はい、P、はい、はい。じゃあ、これは DH で。DH、ここは6番に入れたいですね。6番に入れたい。はい。はい、どう書きましょうか。どう書きましょう。難しい、これ何て書けばいいですか。じゃあ、はい、ここに7、8、9って書いていただいて。はい、分かりました。7、8、9。はい、でここに6と書いて、はい、でこれにしましょう。あ、わかりました。じゃあボックス席テーマキーホルダー、席ですね、はい、はい、席テーマキーホルダーで、テーマキーホルダー、1回ポジション決める前に見せてもらえたら、はい、じゃあ、はい、とりあえず見せましょう。はい、井川さんが選んだスタメンはこちらになります。はい、はい、ではポジションを考えてもらいましょうか。ですね、はい、もう簡単なところからでいいですか、まあ、この辺かなっていうのは、はい、まあ、4番、はい、大山さんタオルはやっぱり、はい、ファースト、はい、
もうそのポジションですよね、はい、大山選手のね。そうですね、現在はね。で、はい、サントルテルビータオルはやっぱりサードですよね。サード、はい、はい、トラトースさんタオルは、はい、イメージはやっぱりなんか強さが、はい、なんかこうよく走るのかなっていうので、まあ8、センターですね、はい、やっぱりリレータオルはまあ、やっぱつなぎ役っていうか、うわ、まあ、やっぱりさすがさすがさすが井川さんなので、はいはい、これはあどっちがいいだろうね、セカンドかキャッチャーか、うん、セカンドキャッチャーキャッチャーキャッチャーも、まあでもセカンドだな、イメージはなんかとなくつないで、うん、セカンド、はい、ビッグフィッシング帽子はこれはなんか打ちそうな感じなんで、はい、やっぱり、レフト、レフト、レフトですね。うん、そしてファイル、6番がね、ボックスキーホルダーですから。これですね。はい、これはまあ音も鳴りますしね、はい。機能的かなと思って。結構ムードメーカーでもね。そうですね。ありますしね。はい。はい、これはもうショートでいいですかね。ショートで。はい、うお、はい、このおっさん、ボックス席テーマキーホルダーショート、ショートおー、はい、6番ショート、はい、なるほど、はい、で7番のタッチアップファイル、はい、ファイルはもう決めてて、はい、これはライトだ、ライト、はい、ライトね、もう、はい、平気はありますからね、そうですね、はい、はい、ライトですね、はい、で、ペンです、ペンとキーホルダー、ペンとキーホルダー、まあ、はい、キーホルダー、はい、これでね、ボールを受けてほしいなっていうイメージで、はい、なるほどいいってことで、もう顔面で受けてほしい、はい、キャッチャーということは、ペンが DH と、そうですね、ですね、 DH、はい、やっぱ強そうですね、強そうですか、あ、それで打つとこのまま打つ、このまま打つ強そうと、はい、いうことで DH と、はい、DH 忘れてませんでした、忘れてましたね、あれ強そう、それやったらビッグフィッシングそうですね、 DH でもよくないです、まあまあまあ、まあ、守ってほしかったんで、はいはい、守ってほしかった、はい、わかりました、ということで、では改めてご紹介していきましょう、まず1番センタートラとおっさんタオル、はい、2番セカンドリレータオル、3番サードサンテルビタオル、4番ファースト大山さんタオル、5番レフトビッグフィッシング帽子、そして6番ボックス席テーマキーホルダーショート、で7番がタッチアップファイルライト、で8番が DH ペンDH ペンそしてラストバッターが、キャッチャーキーホルダーということで、はい、じゃあまず1番は、はい、まあ、ちょっと足が速そうで、はい、というイメージで、そうですね、足が速い、まあ、やっぱり赤星さんみたいなイメージで、うんうんうん、はい、ここに選びました、はい、で2番がね、はい、あの ABC とサンテレビとリレー中継してますんで、つなぎ役ということで、はい、2番、はいはい、で3番が、まあ、大山選手、そうですね、はい、今ね、はい、現状も、あ、まあ、現状、あ、そうか、あの佐藤輝選手ね、はいはい、3番ということで、はい、で4番に大山選手、ここは、ね、はいはい、で、5番にこれはもうそうですね、あの打ってくれそうで、打ってくれそうで打撃が強いかなと、はい、守らせたいのでということで、はい、ビッグフィッシング帽子で6番ボックス席テーマキーホルダー、はい、まあ、花があると、そうですね、はい、ということでね、ショートストップ、はい、はい、あ、これ僕が言ってますねいやいや、もうその通りですよ、その通りですか、はい、はい、で7番タッチアップファイル、もうこれはもう外圧ですね、見たまんま、見たまんま、見たまんま、はい、たまんまですね、はい、で、8番が DH ペンこれ名付け足しみたいなんですけど普通8番 DH やばいですよね本当は意味ないですよね、まあ5番か、ね、6番ぐらいに置きたいですけど、ちょっとね、打撃強いかなと、あ、うん、ここぐらいかなって感じですけど、まあまあ、うん、まあでもビッグフィッシング帽子に守ってほしかったんですよ、ね、そうそう、はい、だからもうこっちはもう仕方がない、はい、DH、ね、ちょっと守備に難があると、そうですね、はい、ペンちょっと、ペンね、ちょっと安定性ないですもん、安定性がないからはい、はいで、ラストバッターがキーホルダー、はい、まあ、面積若干広いんで、はい、ここで受けるということで、で、ピッチャーはマフラータオルにしたのは、はい、もうこれはもう最後の締めっていうか、もうこれで守ってくれる、なるほど、なるほど、はい、そうですね、もう番組の終盤というか、そうですね、一番大事なポジションというか、はいはい、もうピッチャーが投げないと試合は始まりませんからね、はい、はい、
ということで井川さんが選んだおっさんグッズの打順と守備位置はご覧のようになりました。